もうやる気十分の表情、赤いグローブの松本。昨日行われた公式球場において、このアナウンスです。フェザー級リミット体重 57.5 キロを 800g のオーバーして規定時間内に駆動することができませんでした。これを受け、令和中央に向けて松本選手側、海進選手側と協議しました結果、双方とも試合出場を希望したため、以下の形にて双方合意の上試合を実施します。この試合は K1 フェザー級ワンマッチのまま実施します。契約体重をクリアすることができなかった海進選手には K1 公式ルールに基づき以下のペナルティが課せられます。ファイトマネーのうち 20% を没収する。第1ラウンドは海進選手が1点減点からの試合開始とする。グローブハンデとして松本選手8オンス、海進選手10オンスのグローブを使用する。以上の決定をご報告申し上げますとともに、何卒ご了承ご理解のほどをお願い申し上げます。アナウンスがありましたように、開始が1点減点からのスタート、グローブでもあります。松本赤いグローブが8オンス、開始青いグローブが10オンスです。佐藤さん、はい、軽量オーバーがあった戦いですが、松本はもう関係ない、ぶっ潰すだけと話してます。そうですね、もう行くしかないですね。お互い気持ち落ちちゃう可能性もあるんですけど、もうそれを奮い立たせてほしいですね。開始は 800g オーバーでした。結果松本は試合を飲んだということになります。ワンツー入っていく青いグローブ、サイズ感などどうでしょう佐藤さん。あの海進選手の方が体は大きく感じますが、もう躍動感は松本選手の一段上ですね。前回のプレリミナリーファイト出場の際にもかなり高く佐藤さんが評価されてましたね。この遠目から の左のパンチがもうすごいですよ。コーナーに詰めて連打、これが近くなります。右フックからパンチが交錯、ワンツー詰めていく松本、パンチ切ってる、よろめいた、開始、さっき右フック効いてますね。詰めていくか、カウンターの左、さらには右のフック詰めていきます。いきなりいく松本、飛びた、まだ詰めていきます。ボディ2発、松本の手が止まりませんね佐藤さん。止まらないですね。前半打ち返して、あの返しが打ち返す、そしてこれもフラッシュのローキックです。兄の松本にクロスパーリングで倒されるというこのローキック、やはり強烈効いてます。そしてこのおどけた表情、返しの打ち返しのパンチにもカウンター合わせてるんですよ、はい、これはすごいですよ。確かに返しも返してますが、あーもうダメか、気持ちごとへし折るか、返しも返す、右のストレート、返しのパンチにカウンター合わせてる、はい、さあ詰めていきます。一方的になってきました、右ストレートを返した返し、松本の左、右フックから奥足へのロー、左のストレート、そしてコーナーでは飛び膝、いやー佐藤さん、左の多さもありますね。そうですね、躍動してますね、うん、入場してきた時からまさに躍動してました。右フックガードの上からもう潰してやろうと言葉通りの攻撃です。ワンツーフック、開始は1ラウンド残り30秒、持ちこたえることができるか、コーナーで防戦一方、連打が止まりません。松本返す、開始左フック意地で返していきます、左ボディ、開始も現在はジムの社員としてトレーナー業をしながらこうした試合を行っていますが、ダメですダメです、なぎ倒した松本ハレント、あれだけの連打を打ってこの涼しい表情です。いや昨日からもうかなり怒り爆発ではあったんですが、はい、加藤さん試合でそれを見せた形、そうですね、見せてくれましたね。計量は軽くクリアしてくれよっていう気持ちもあったと思いますよ。いやー開始はもう立ち上がることができません。キャリアでは大きく上回る開始を下した松本春人、そして何より嬉しいのは自身初の KO 勝ちです、うん、もうそれが不思議なぐらいの攻撃力でしたよね、ずっと、ようやく KO が生まれましたけど、もう量産してもおかしくない選手ですね、うん、KO
まあ、あと佐藤さん、今日兄の松本陸がセコンドについていて、はい、陸は明日ディープキックで試合があって、はい、今日弟が勝って自分も明日勝ちたいなという話をしていました、ね、素晴らしいですね。あの普通前日に試合、あの翌日に試合がある場合はね、セコンドとかつかない場合もあるんですけど、はい、こうやってついたりすると、あの身体的には疲れるでしょうけど、精神的にはものすごくパワーもらったんじゃないですか、今日あのプレリミナリーファイト、これ弟の試合が終わって、はい、すぐにリープキックの計量があるということですね。あ、まあ、まさに兄弟揃っての世界チャンピオンを目指しているという松本ハルトです。前回の戦いからまた一つ強くなった感じしますね。そうですね、もう攻撃力がどんどん増している感じがします、ね、あとこのボクシングテクニック、目の良さ、はい、あの大体ラッシュしに行った時ってこう自分の攻撃にとらわれがちなんですけど、松本の場合は相手の返しにもカウンター合わせてますから、もうしっかり思いっきり打ちながらしっかり相手も見てる、もうセンスがいいんだろうなと思います、ね、まああの連打の中にもがむしゃらさではなく落ち着きっていうところもあるわけですね。はい、しっかり見てるんですよね。うん、輝かしいトロフィーを片手に松本ハルト、まだ17歳、もうこれ1年後2年後と末恐ろしい松本ハルトです。見たかボケ、体重ぐらい落とせよ。